はい、どうもこんにちは。日米野球見てますか？前回の動画で S ランク選択契約書で誰を選ぶか皆さんに決めてくださいというふうにお願いをさせていただきました。その中で候補として挙げさせていただいた選手っていうのが山口選手、それから岡本選手、そして沢村投手に田中選手ということと、あと動画的に面白いかなと思ってランダムを設定しました。この5択でアンケートを取りまして、本日そのアンケート結果からこの S ランク選択契約書を開封していきたいと思いますが、その前にですね、コメントもたくさんいただいたので紹介していきたいと思います。はい、コメントです。まずはチャンネル登録ありがとうございます。それから山口、マシソン、候補に入ってないんだけどね、本当うちのチャンネルの人、マシソンが好きですよね。山口、坂本も入ってないんだけどな。それから山口、岡本選手、そして山口選手、そして、来ましたね。はいはい、動画的にね、振りましたよ、ランダム。それから、やっぱり山口で、それから田中選手もね、来ましたね。将来性あります。山口選手、坂本人気だな。坂本の特殊能力が今、流し打ちなんでね、アベレージヒッターついてほしいなと思います。そうなったら本気出します。で、岡本、とすごい山口ということで。はい、今回ね、コメントたくさんいただいたんでね、すごくありがたかったんですけど、今回はね、あくまでアンケートだけで集計させていただきたいと思います。でも、コメント嬉しかったです。ありがとうございます。では、アンケート結果発表していきたいと思います。はい、今回の S ランク選択契約書から誰を選ぶアンケート、1週間の回答期間で71名の方から回答いただきました。ご協力いただき誠にありがとうございます。では5人の選手をですね、最下位から発表していきたいと思います。第5位ははい、田中選手1票獲得いたしまして、得票率は 1% でございました。まだまだかなって感じですね、田中選手。まあ、来年からはね、これが 100% になるくらい活躍をしていただきたいなというふうに思います。吉川選手もね、アメリカとの対決でね、復活しておりましたので、来年のセカンド争いはなかなか楽しめそうです。では第4位は、はい、沢村選手ですね、2票を獲得しまして 2% ということで、まあ、怪我明けのシーズンということもありますのでね、来年頑張っていただきたいと思います。では第3位は、はい、岡本選手です。今年大ブレイクいたしましたが、12票を獲得して 16% の得票率ということでね、まあ、他の2人よりもね、票は伸びましたけれども、まあ、今回は第3位ということで、残っているのは山口選手と、はい、地獄のランダムでございます。さあ、ここでですね、うちの視聴者の皆さんのですね、まあ、キャラクター性が分かるという感じですね。はい、ランダムが一体1位になるのかどうかドキドキでございますが、発表させていただきたいと思います。第2位は、はい、ランダムでございました。20票でも20票獲得してるからね、20票獲得して 28% ということで、危なかった。というわけで第1位は山口選手でした。36票獲得し 50% ということでね、半分の方がまあ山口選手を取っとけということで、まあ、コメントと同じような感じですかね。はい、山口選手が優勢でございました。この今回の、ね、アンケートから、ね、分かったことというのは、うちのチャンネルの視聴者の皆さんは、割と真面目なのかなって、こんなこと言っちゃ失礼なんですけど、こう的確にアドバイスをいただいたなというふうに思いますので、はい、ありがたいなと思います。私も真面目にやっていきたいなというふうに思います。では、山口選手開封結果をご覧ください。どうぞ。さあ、いよいよ選択契約書開封の時間がやってまいりました。その前に山口選手を迎え入れる準備をしたいと思います。はい、こちらがですね、将来的に山口選手を手に入れた時のために集めていた、まあ、山口コレクションですね。横浜時代の山口がいいのがちょっと自慢でございます。はい、というわけで、開けていきたいと思います。S ランク選択契約書。皆さん、これ開けたことあります？これ一体どうなるんですかね？あ、なるほどね。うわ、すごいな。はい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 。はい、まあ、注意事項がこんな感じで書いてありますけど、おこれが全部、私今、この一人だけですけど、まあ、この全ての選手手に入れる権利があるんだなと思うと、あ、なんかすげえ金持ちになった気分ですね。そうか、金持ちってこういう風にものが見えてるのかって感じですよね。すごい。はーい。わー、すげえなー。もうこれ、指間違えたらすぐトイレに入っちゃうんですかね。うわー、すごい。間違えたら動画的には面白いけどね、死んじゃうので。はい、来ました、ジャイアンツ。
まあでもこうやって見るとね、結構手に入れてんだなぁなんていうふうに思いますけど、はい、山口選手を選んで、はい、こちらでございますよ。やっぱフォーク A っていうのが魅力的ですよね。はい、失態で出場停止もね、ありましたけども。では手に入れたいと思います。OK ボタンを。お、さすがですね。間違いないかって確認するんだ。はい、では押して、はい。さあ、すごいな。こんな、この演出に意味があるのかなと思うくらいの安心感ですよ。さよならのチャンスだろうがね、ボールにね、はい、火がまとわなくてもね、しょぼくても気にしませんよ。なんつったっても決まってますからね。はい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 。というわけで、手に入りました。ありがとうございます。というわけで、皆様に選んでいただきました、うちの新しい先発の柱としまして、山口選手が入団いたしました。この度は皆様、本当にアンケートにね、ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。